俺の打開見してあげようか。うん、今12位なんですよ。これ最終的にどうなるかっていうのちょっと見せてあげたいんだけど、検証してみんだ。いいっすか。いいっすよ。雨雨に俺が伝説になる瞬間を見せてあげるって。見せてくれよ。いいよ、上湊ってやつを。特別な、まあ、あフラグ回収早っ。うわあマジか。ああむずい、むずすぎる。あでも勝ってる。はいさーい、はいさーい、どうも沖縄のクズハです。はいさーい、メンソーレー、このカーブメンソーレー。フーラーカナトさんと渡来ひばりさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ボールタクションのフーラです。渡来です。お願いします。お願いします。配信大変だよね。配信いろんなこと考えてね、いっぱい配信してね。ありがとうございます。はい、はい、いや終わろうとしてるんですよ。次がいないんで。なるほど。次がいないんですよ。あとご飯はちゃんと食べてね。あ、ご飯いっぱい食べます。お母さんなの？まあお母さんか。買ってよかったものっていうのがありまして、うんはい、もう持ってるかもしれないんですけど。桃引き？ストリームデック。桃引き。ああ持ってない。持ってないです。持ってないんだ。あのね、マジで便利。え、しかも最近ストリームデックのなんだつまみみたいなついてるやつが、あ出たんすか。新しく出たらしいっすね。タッチパネルのつまみ。でも それマジでちっちゃいのでも全然おすすめです。ファイルでまとめれるので、はいはいはい、その BGM とかも、ね、それこそ買おうかずっと迷ってて、これ買いましょう。思い出せなかったので。マジであのね、生きるっていうのは些細なストレスをどれだけ減らせるかっていうゲームなんで、こういうところで欲しい？え？欲しいです。欲しいです。買ってあげちゃいなよ。You。俺が買ってあげるよ。やったー。大先輩だー。一番でかいのか一番新しいのしようぜ。いや、つまみがついてるやつで。つまみがついてるやつね。いただきました。なんとストリームデック今手元にあって便利で、ストリームデックのボタン1個ポチって押すだけで全部できるの。そこら辺のさ、マジで買ってくれたの。いや本当に買ってくれました。ありがとうございます。あのストリームデックいただいたんですけど、それもらった時にね、そのアマゾンのギフトでくれて、そのギフトにメッセージが書いてあったんだけど、お前が二次三次の柱になれって書いてあった。もうすでにある二次三次の柱が太すぎてね、なかなかちょっとそこに至るには数十年ぐらいかかりそうなんだけど、二次三次の大黒柱の宇佐さんからねメッセージをいただいたんで、ちょっと柱目指して頑張るかって大学の柱になります。大丈夫そう？でんでんでん、大丈夫そう？この男、え、一体なんでだよ。あ、なんかお前ふざけんなやり返すからね。ごめん絶対言ってはぁ、ごめん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 、仲悪ぅぐっちゃぐちゃにされたんですけど。おい、しかもブーメランで撮って涼しいのまで発生したんだけど。今引こうとしたらお前、いや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 違う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 、そんなわけないじゃん。同期だよ、同期に水なんてあるよ。ないだろ、引こうとなんかするわけない。今この場面においては絶対に絆はない。俺が引くまでもないってことよ。ふわっとふわっとふわっと着地。あ、うわあ！もうテレビっ子で、それこそ富士のね、うん、はい、バラエティもそうだし、はい、うん、見た時テンション上がりましたよね、あの丸い球体の。あー確かに、本社ね、あれめちゃくちゃ上がりますよね。あれな、ほんとにめちゃイケの最初に出てくる。あるあるだ、あれだ、謎の球体の部屋だ。雷門よりテンション上がって、ほんとに正直わかる。でも、うん、お台場ね、見たまんまお台場なんだよね。ねえ、すごい。あれはす
すごい、ね、何なんだろうね、あのテンションか、ね、しかも多分僕らの世代じゃないと分かんないですよ、多分今の多分10代とか20代前半とか多分ありがたみない、お台場感そうそうそう味わえない、お台場だぐらいなんじゃないですか。あの雰囲気のバラエティがね、はい、なかなかね、あのバラエティはなんか、ね、まあいろいろなんか ね, ね目に刺さってたというか、ね、染まってましたからね、我々も心に刺さってますもんね。結構みんなテンション上がってるよって。おあ、そうですか。あ、分かる人が多い、嬉しい。みんなに金の斧を差し上げます。トリビアじゃねえか。メロンパン入れになっております。こちらメロンパン入れになっております。次なんですけど、あのこれあの修正する時間がなくて、あのなんか結構本当に寝る前ギリギリ意識朦朧でこれあの送りつけたんですよ。でこれあのハイダ君なんですけど、あのハイダ君ってあの透明な心臓が泣いていたっていうあの曲を出してるんですよ。それを絡めてなんか2つはできないかな、あ眠い、あ眠いと思いながら起きたらこうなってました。透明な階段が泣いていた、どういう意味なんだよ。待って、どういう意味なんだよ階段これ。意味わかんねえよこれ。どういう意味なんだよ階段これ。おい、どういう意味なんだよこれ。はい、ではね、この人になりましたけど、もうね、あの身体的特徴とかね、なんかそういうこと言う時代じゃないんですよ。もう時代は変わってる。でかーい。これ耐えられるかな。二次三次を昔から支えた、その金色を、あ髪を揺らす、あーあーあきくん、今年もマリカは買ってません。レンタルマリカ感謝感謝、またいっぱい弾きたいな。ベビパーパッ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 ヤンキースマイル暴走族樋口楓。剣持ち佐々木、いつもありがとう。君がいない世界は考えられない。バイ相棒、いつからお前の相棒になって。知らん知らん、全然話したことないこの人と。マリカのところ、あなんかかっこいいことになってる。わ、怖い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 、喋ってる喋ってる。君がいない世界考えられない、気づいて言ってる。怖い、めっちゃ怖い。伏見が勝った世界戦、絶対にこんなやつを勝たせないでください。あーどっちもダメだ。人類は魔女するんご、なんでお前負けたらこうなるんだよ。お前が負けたらなんでこうなるんだよ。適当なこと言ってんじゃねえ、負けましょう。ひどすぎや。凝ってんじゃないって。シャイニングさん、向こうではあの有名な歌詞がついてるフリーの音源が流れてる。ふざけてんじゃねえ。ね、勝つ方の世界もちゃんと用意してて、勝つ方の世界も言うほどユートピアかって言ったら違うけど、なんで今一枚剥がれたようで変わってないんだよ。これ意味ないだろこの差分。ああ、ほっときましょうね一旦ね。うわー口、なにキモ、これは本人の口、こうすると特にキモ、なんかヒゲみたいなんで、あキモすぎる、気持ち悪すぎんだろ。雨宮を優勝にするとする権利を持ってるんだったらね、今回は行使しないでこいつを敗退させたい。なんか喋ってるな。次ですね、こちらもねギリギリから勝ち上がった、ギリギリを勝ち抜いた勝負強い男でございます。第3位勝ち抜け、レオス・ヴィンセントさん。はーい、お兄ちゃん活躍見てくれた、頑張った、すごい、ありがとうございました。レオス・ヴィンセント、やだやだ、ダンマツマじゃないか。はい、ということでね、次でございます。不愉快でしたね、お食事中の方はすみませんでした。